どおう。ああこいつはうまい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 。ありがとうな。そろそろ一緒に帰るか。あ、レンちゃん、俺に会いに来てくれるとは思わなかったぜ。食いもんでも持ってきてくれたのか。はあ、なんだ、腹でも減ったのか。レンちゃん、いい匂いしてるな。まあ確かに俺からは年がら年中いい匂いは出てるけど、食べ物は持ってないぞ。そうか、食べ物なら、俺の目の前に立ってるじゃねえか。ダメ。ああ、ま、待て、怒んないで、レンちゃん。お前、俺より欲求不満なのか？レンちゃんと同じぐらいスケベだからこそ、体の相性もバッチリ、毎回全力全開でいける。それに、俺たちは夫婦なんだ。嫁の面倒を見るのは夫である俺の務めだろ。鬼族の血筋ってすごいらしいな。うん、お前が面倒を見てくれるんなら一緒にいるのも悪くないかも。本当？約束だぞ、レンちゃん。数日は歩けないように犯してやる。はいはい、落ち着け。この先もまだ戦いが待ってるんだ。少しは手加減しろよ。よっしゃ、わかった。絶対満足させてやる。ずいぶん自信満々だな。わかってるぜ、レンちゃんだってやる気満々で欲望の匂いがプンプンしてるぜ。鋭いよね。今度は俺が上でどう。絶対気持ちよくしてやるから。
まあ、お前最近よく頑張ってるしな。それはどう言って意味か。多分レンちゃん。はいはい、俺もちょうど腹が減ってたところだし。じゃあ身を委ねてくれレンちゃん。満足するまでやめないぜ。お手並み拝見と行こうか。あらあら、ダメですよ。レーンちゃん。はっは、それそれ、うわっ、うわっ、遅い。ブラッ、読むか。ずっと食べてないの？この部屋からはいつ出てもいいんだよ。わかってるけど、どんなに食っても腹いっぱいにならねえんだ。お前食いしん坊だな。あと、美味しくないもの食べても嬉しくない。へえ、意外と食べ物の好き嫌いあるんだな。当然だ。だからレンちゃんにもすんげえこだわってるんだ。またいつものパターンだ。俺絶対諦めねえから、分かってんだろ。はいはい、分かってるよ。信念が固い人は尊敬するよ。ほんと？じゃあなんで今すぐやらないの？おい、何勝手に触って。展開が急すぎるだろ。レンちゃんも言ってたろ、俺が食いしん坊だって。
今目の前にいる珍味をすぐに食べないと餓死しちゃうな。はあ、もうかける言葉も見つからないよ。そんな冷たい態度取らなくても分かってるぞ、オレンちゃん。君がそんな簡単に俺のそばから離れないって。分かったよ、降参だ。どこまで欲しい？もちろん全部だ。あらあら、ダメですよ。レンちゃん、またな。ねえ、なった。If you want to watch more videos, so hit like, share, and follow me, okay?